はようございます。鑑定では勝利と勝利学校のみでございました。冒頭数件私から、ございます。まず、総務省の幹部人事につきましては本日の閣議で内閣の承認を得ることができました。6月17日金曜日に発令の予定でございます。でまず、大変ご活躍をいただきました桜井事務次官にはこの度ご勇退となります。後任には佐藤総務審議官を充てます。また時間給職員、お二方の、ご勇退、そして本省の局長級 職員の、承認選出などに伴う幹部移動を行います。合わせて部長審議官クラスの一連の人事を行うこととしました。詳細についてはお配りした資料の通りでございます。次に大阪府から、協議の申し出がなされて、いました法定外目的税宿泊税につきまして地方財政審議会の同意することが適当であるとの、ご意見を踏まえ検討してまいりましたが本日同意をすることといたしました。この例は大阪が世界有数の国際都市として発展していくことを目指し都市の魅力を高めるとともに観光の振興を図る目的のために負担いただくものであります。法定外税は本件を含めまして合計56件となります。課税自主権の活用というのは地方分権の観点からも望ましいものでございます。総務省としては今後とも一層の活用を働きかけてまいりたいと思っております。詳細につきましては地税務局企画課にお問い合わせをください。ふるさと納税の現況調査の結果について申し上げます。ふるさと納税につきましては昨年10月に平成27年度上半期の実績等を公表しておりますけれども今般平成27年度の実績や地方団体の最新の取り組み状況などにつきまして調査しその結果を取りまとめましたので公表いたします。ふるさと納税の平成27年度の受け入れ実績は約1653億円対前年度比 4.2 倍、約726万件、対前年度比 3.8 倍となっています。ふるさと納税がこのように多くの国民の皆様に活用されていることにつきましては平成27年度税制改正の効果もあると考えております。地方創生を進める観点からも大変心強いことだと思います。でまた返礼品の、見直しにつきましても通知を踏まえた、取り組みが進められているということがこの調査からも確認できるところでございます。引き続き通知に沿った取り組みを行っていただきたいと考えています。さらにふるさと納税の活用状況を公表している、団体数も大きく増加をしています。なお調査結果の詳細につきましてはこの会見の後事務方から説明をさせます。でまたふるさと納税は熊本地震の被災地への支援としても活用されまして熊本県に対して約23億円、熊本県内の17市町村に対し約5億円が寄付されています。まあ、こうした寄付には返礼品を伴わないものもあるという点を含めまして国民の皆様のご支援に感謝を申し上げます。でこのほか、被災団体に代わってふるさと納税を受け付けて領収書の発行といった被災団体の事務負担を軽減する取り組みも、していただいておりましてそうしたご支援につきましても感謝を申し上げます。今後ともふるさと納税が広く行われて地方団体において財源が効果的に活用されて地方創生につながる取り組みが積極的に展開されることを期待します。次に関連を出していただきたいのですが7月10日に行われる参議院議員通常選挙に向けまして総務省として公示日の6月22日以降に取り組んでいく主な啓発内容についてご報告いたします。
まず啓発のイメージキャラクターとして間もなく18歳と、なられます女優の広瀬すずさんを起用しました。ちなみに、広瀬さんのお誕生日は6月19日ということで、改正法の施行日、になっています。18歳有権者としての新鮮さと、抜群の知名度によりまして、投票への参加意欲を高めていただくということを期待いたしております。新有権者をはじめ若い方々向けには、全国66大学の校内モニターや各メディアサイトで啓発動画や漫画を公開するほか、大学などに、ポスター掲示や特設サイトの紹介などの協力をお願いいたします。でまたポスター、リーフレット、新聞広告などを活用しまして、あらゆる世代の有権者に対して幅広く周知をするとともに、総務省ホームページに特設サイトを開設しまして、投票の仕方や制度改正のポイントを掲載するほか、候補者や政党の情報を一元的にご覧いただけるようにいたします。地方公共団体、経済団体、公道機関などの関係団体におかれましても、これまでも主権者教育や選挙啓発などに、取り組んでいただいておりますけれども、本日総務省から関係団体に対しまして、改めて選挙啓発について協力依頼を発出することとしています。これらの取り組みを通じて、一人でも多くの有権者の方々に選挙の意義を認識していただき、投票に参加していただくことを期待いたしております。詳細につきましては、自治行政局選挙部管理課にお問い合わせくださいませ。それから、総務省では地域の隅々まで持続的な成長と雇用が生み出されるということを目指し、生活に身近な分野における IoT サービスの創出を支援するための公募を本年3月から4月まで実施しました。その結果、全国から73件の応募がございまして、外部有識者による評価会を経て、都市、医療、農業などの分野で計8件の採択を本日決定しました。この支援事業を通じまして、地方の企業や自治体の見本となる IoT サービスの有料モデルの構築を進めてまいります。詳細につきましては、情報流通行政局情報流通振興課にお尋ねをいただきたく存じます。冒頭、私からは以上でございます。じゃあ、幹事社の自通信ですから、質問をお願いします。冒頭、発表がありました、総務省の幹部人事ですけれども、どのような狙いを込めたものなのか、お聞かせください。皆様ご承知の通り、総務省が所管する、行政制度、地方自治、情報通信などの、幅広い分野の、課題を適切に解決するためには、適材適所の人事配置が不可欠だと考えました。全員について個別にコメントもできませんので、ごく一部の方について申し上げますけれども、まずアベノミクスの効果の地方への波及と、地域経済の好循環の確立に向けまして、何といっても地域経済の再生と財政健全化の両立を確かなものにするということが大切でございます。地方行財政に精通した佐藤総務審議官を事務次官に起用いたしました。また官邸におきまして、広報全般や女性政策などを担当し、 ICT 分野はもちろん、地方における経験も豊富な山田情報通信国際戦略局長を官房長に起用しました。省内全体の調整や対外対応に当たっていただきます。山田さんは女性活躍の拡大ですとか、テレワーク、またワークライフバランスの推進にも取り組んでもらいたいと思っております。ちなみに、女性官房長は全府省を通じて史上初ということになります。大変期待をしております。さらに
あの技術政策、またの周波数政策などの経験が豊富な議官である富永総括審議官を総合通信基盤局長に起用をしました。電波利用の高度化や固定電話網の IT 網への移行などの政策を進めて ICT を我が国経済の成長につなげていただきたいと思っています。まあ、特に平成29年から平成31年の次期電波利用規定を見直すと、まあ、いったこともございますが、やはり IoT、AI というものをIoT、AI 時代に対応した周波数の確保、それから 5G の推進、それから電波監視を含めた電波システムの国際展開、これを強力に進めていただきたいという期待がございます。そして昨年から私が非常に強い問題意識を持っておりましたことなんですけれども、今ご高齢の方だけのご家庭も増えております。また障害をお持ちの方もいらっしゃいます。いわゆる災害弱者と呼ばれる方についてですね、災害時に迅速に情報が伝わっていない、なかなかその手段が確保できていないという地域もあります。で私は防災行政無線の個別受信機を全てのご家庭というわけにはいかないかもしれないんですけれども、まずは災害弱者の方々を中心にですね、個別受信機の配布を進めたいなと考えておりました。でこれは現在もですね、総合通信基盤局で、いろいろ検証をして検討をしてもらっているんですけれども、やはり防災行政無線を各ご家庭で個別に受信しやすくするために、現在のデジタル無線方式に比べて電波が遠くまで届く新方式の導入ということ、これを検討しております。で今年度中にできましたら標準化を行って実用化を図っていければいいなということで、この無線システムと個別の受信機双方について実用化を目指しているといったことでございますので、ぜひ基盤局とですね、消防庁と、しっかりと省内で連携を取って、この個別無線個別の受信機の配布を進めていただきたいというのが私の強い希望でございます。富永さんは技術に精通しておられますし、またこれまで主に防災 ICT の海外展開、郵便システムの海外展開も進めてまいりましたが、電波監視システム、この海外展開を強力に進めていくということで、語学も堪能でいらっしゃり、また技術的にもお詳しいので、ぜひ基盤局で頑張っていただきたいなということで、考えさせていただきました。ちょっと全員についてではないのですが、それぞれに、自分なりに考えている重要なミッションがございます。それでは白書さんどうぞ。そういう個人の話題なんですけれども、今日の東京都議会で新日鉄議案が出される方針になっておりまして、与党の自民公明からも辞任やむなしという声が上がっているんですけれども、政治資金規正法を所管する大臣として、どのように考えますか。まだ私も朝の段階の報道ベースでした今日の都議会の見通しということは分からないんですけれども、地方自治法第178条の規定におきまして、議会の側には不信任、決議、不信任議決によって省を失職させるという機能を付与するとともに、庁の側にはこれに対抗する手段として議会の解散権を認めて、選挙を通じて住民の皆様の判断に委ねるということになっています。本件につきましては
まずは東京都知事、都議会の双方が都民の皆様のご意思をですね、十分に踏まえて適切に対応されるべき問題だと考えます。ですから今の段階で総務省として、見解を申し上げるということについては差し控えさせてください。フリーランス機関の関係です。今の関連です。この税金に関しては、選挙の時ですね、知事選の時に、安倍首相、それから菅官房長官が、もうこの人以外にはありませんという、強いアピールをされております。そういうことだと思いまして、その時に、閣僚にもなられています。政治会長。増上さんですか。はい。あ、私ですか。はい。すみません。ちょっとごめんなさいね。私が政調会長だったのは平成、24年の12月25日から、一昨年の9月3日まででございます。前だったかもしれませんが、閣僚の方たちが、そういうことを強く言われたということになって、いわゆる政府与党のですね、今回責任っていうのを、個人的で結構なんですが、どのように考えておられるのか、都民の方やっぱり強い関心を持っておられるんですけれども、今後の動きでどうなるか分かりません。自民党から発信を出すという動きになりますけど、個人的にはその辺の責任っていうのをどういうふうに捉えておられるのか、お聞かせください。当時はまだ自民党は野党であったと思います。すいません。政府与党、その時にですね、複数おられる候補予定者の中から、この方が最適だと思って、政党として支援を申し上げたのは事実であると思います。しかしながら新たに都民の皆様が大変がっかりされるような事態になっている。そしてまた現在議会でその問題を明らかにするために議論が行われているという中にありまして、やっぱり政党としてですね、現時点でこの方が知事として適格であるのかどうか、そういった判断を都議会、自民党の方で主体的にされるべきであるんだろうと思っております。今党本部から例えば都議会に対してこうするべきだ、するべきだということを申し上げているというふうには私は承知してないんですけれども、議会の場で一番身近で松戸都知事の仕事ぶりをご覧になり、そしてまた松戸都知事のご答弁を全部聞いておられる都民の皆様方が、先ほども申し上げました通り、都民の皆様のお考えというものをしっかり受け止めながら対応していかれる、そういう性質のものであると思います。新聞の青山と申します。ふるさと納税についてなんですけれども、非常に大きく伸びていると思うんですが、この制度について、年齢を考えると、子どもたちの福利厚生の恩恵が多いという点、あともう1点、寄付はですね、この、13ページにもありますが、返礼品の調達に相当多くが費やされてですね、財源の返済税制として効率が悪いという指摘、この2点が大体、批判のポイントとして、記者の中から上がっているんじゃないかと思うんですが、大臣、現地にこの点についてどうお考えになるか、あるいはそれって、今後、制度改正的なものが必要になるとお考えになっているのか、見てください。まずふるさと納税
のですね、まあ、返礼品送付について、まあ、高所得者の方がより大きな利益を得られるという、まあ、指摘がある、まあ、これは十分承知をしております。ですから、まあ、そういった議論も踏まえまして、総務省としては金銭類似性や資産性の高いものや高額なものなどを返礼品に用いないように、要請する通知をしております。他もやはりこれは各地方、団体におかれまして、この通知を踏まえて制度の趣旨に沿った良識のある対応を進めていただきたいと考えています。で、ふるさと納税制度そのものに返礼品制度というものが組み込まれているわけではございませんので、これは制度の外の話でございます。各自治体のご判断や工夫の中でそれぞれ行われていることでございます。それから、そうですね、その納税された、まあ、受け入れ額の中でですね、まあ、返礼品の経費に充てられている、まあ、その割合が高いということなんですが、まあ、27年度におけるふるさと納税の募集や受け入れなどに伴う経費が約790億円となっています。で、これは平成27年度のふるさと納税の受け入れ実績の約半分に相当するというもので、でこのうち約680億円が返礼品送付に用意したものを行っています。まあ、これは受け入れ額の約4割に相当いたします。まあ、これは各地方団体によって状況は異なっていると思うんですけれども、まあ、4月に発出した通知の中で高額または寄付額に対して返礼割合の高い返礼品を送付しないよう地方団体に対して要請をしてますので、やはりこの趣旨を踏まえて制度の趣旨に沿った様式ある対応を、お願いしたいと思っております。で、まあ、現時点で、まあ、ふるさと納税につきましては非常に大きな、効果も上がっておりますので、私は現時点でですね、何かこう制度そのものを抜本的に改正するということを考えているわけではございません。多くの自治体が、まあ、例えば、その返礼品の問題についても、改善の対応を取って、くださっておりますし、そしてまた災害等に対しましても、多くの方がふるさと納税を通じて被災地を応援していただいております。まあ、返礼品の見直しなどの具体例も随分、数として出てきておりますので、まあ、こういうことを踏まえて引き続き要請を行っていきたいと思っております。各地方団体においてそれぞれやはり工夫をされるということを、それからせっかくいただいたそのふるさと納税による応援ですから、まあ、それを何に使ったのか、どういうふうに地域にとって役立つものであったのか、まあ、この公表件数も増えてきておりますけれども、まあ、さらに皆さんには分かりやすく公表していただきたいと希望しています。幹部人事で伺いたいんですけれども、山田さんが官房長で、まあ、前部長で初めてということですが、まあ、官房長では国会対策とですね、まあ、かなり絡めで、かなり大変なポジションだと思うんですが、具体的に官房のどういうところを評価してこれ抜擢したんでしょうか。はい、かなり大変な、ポジションだと思います。体力もいりましょうし、で今の黒田官房長も1本ずつ法律案が成立するたびにですね、委員会の委員全員のお部屋を、訪ねてくださって、まあ、挨拶回りをしていただいたりしています。まあ、私自身は自党の、幹部のところをずっと回らせていただくので、精一杯でございますけれども、非常にもうきめ細やかな対応をしなきゃいけない、なおかつ体力のある仕事でございますが、まあ、私は山田局長を、まあ、仕事を通じて接しておりましてですね、非常にこう
おおらかであり、まあ、なおかつ、人への心遣いができ、そしてまた大変明るい方で、あると思っていますので、まあ、多くの国会議員の方の懐に飛び込みながら、まあ、いろいろな調整ができる方であると、まあ、そういうことを期待しています。また省内全体の働き方改革も、まあ、総務省は割と進んできている方だと思うんですけれども、まあ、さらに、まあ、彼女も子育てをしながら、共働きで働いている一人でございますので、まあ、そういった視点からも改善をさらに進めていただきたいと思っています。日本テレビです。昨日お知らせがあったんですけど、テレコンサルス協会が ICT48 を募集をして、大臣からそれがまたかっていうかもしれませんけど、13歳から24歳という年齢制、あるいはその全身写真まで求めるような募集だったんですけども、それについて、率直にどういうふうにお感じになっているか。残念ですね。率直に申し上げますと、この ICT 女子プロジェクトおよび ICT48 の募集というのは、この一般社団法人テレコムサービス協会が実施、されているもので、まあ、このプロジェクトや募集については、まあ、総務省は講演もしておりませんし、まあ、予算支援なども行っていません。まあ、しかし、この協会による ICT48 の、募集においてですね、募集内容と無関係のかつ不適切な内容の記載が、あったと感じています。で、しかもそれに気づかず、総務省 ICT ツイートで発信して拡散してしまったということが誠に残念でございます。昨日報告を受けまして、まあ、担当課に指示を行い、総務省のホームページによるお知らせと総務省 ICT ツイートによるお詫びを、行いました。テレコムサービス協会においても、まあ、募集内容を見直す予定だと聞いています。今後このようなことが再発しませんように、リンク先の情報も含めた発信内容全体について、まあ、しっかりと確認するということを徹底してまいりたいと思っております。もう一点、すみません、都知事選で桜井源氏さんの名前が少し取り沙汰されているようなんですけれども、まあ、まだ現職でいらっしゃるので、なかなか選択しづらいと思うんですけれども、お人柄とか、それから強制手腕みたいなものが個人としてふさわしいのかというのは、こちらは現在東京都知事は増上裕之さんでございます。都知事選挙があると決まったわけでもない段階におきまして、なかなかお答えしづらい問題でございます。まあ、お人柄ということで言いますと、桜井事務次官はとてもお茶目で、キュートで面白い方でございます。まあ、仕事の能力はもちろん抜群でございます。しかし知事選に対するコメントでないことだけはよろしくお願いします。すみません、北海道新聞高坂といいます。北海道夕張市の財政破綻が明らかになってから今月で丸10年経つものですから、これを機に一問伺いたいと思います。高市大臣はすでに夕張市の財政再生計画について抜本的な見直し、話し合いに応じる考えを明らかにされていますが、国としてこのタイミングで話し合いを始めることができた、その、なぜこのタイミングかということをお伺いしたいんですけれども、夕張市が10年間努力をしてきたということもあるでしょうし、その他にふるさと納税という新しい財源や、あるいは地方創生という新しい考え方が出てきた、
ということもあろうかと思うんです。大臣のお考えをお聞かせください。私が大臣に、就任、した後ですね、鈴木さんとも、何度かお会いをしてます。で、まあ、実態も伺っております。私自身も夕張市をお尋ねして、さまざまな実情を伺いました。でやはりここに来て、まあ、特に安倍内閣で地方創生ということが、まあ、一つの大きな柱になり、そしてまた総務省が行っております、ローカル一万プロジェクトもご活用いただきながら、まあ、なんとかしっかりと雇用と、富を生み出して、もう一回夕張市を元気にしていきたい、まあ、そういう強い、市長や職員の皆さんの意思を、まあ、私は高く評価をしています。そして、まあ、これまでも本当に気の毒なぐらい、職員の方々の、まあ、給与カットですとか身を切る改革を、してこられてですね、でもあまりそれが行き過ぎてしまうと、今度優秀な人材が地元に、残らない、まあ、そういった課題も抱えておられますので、やはり地方、まあ、この夕張市というふるさとに、しっかり住んで、でこの市をもう一回盛り上げていこうという方々が地域にたくさん残っていただけるように、また外部からも面白いじゃないかって言って移住してこられるような方が多く出ていくような、多く来られるような、まあ、そういう環境っていうのを作っていくことが大事だと思います。またふるさと納税についても積極的なお取り組みを、いただいていると承知をしていますので、まあ、なんとか元気になってしっかりと再生を果たしていただきたいという思い出を私も持っております。共同通信局ですけれども、冒頭ありました大阪府の所得税なんですが、まあ、観光振興をした目的にしたりして、まあ、目的税とはいえですね、宿泊料金を上乗せするということは、まあ、政府全体に今取り組んでいる外国人観光客を増やそうとかですね、日本人数も国内に回っていただこうとか、そういうことと逆行していないとも、逆行しているとも言えないことはないと思うんですけれども、その辺大臣のお考えいかがでしょうか。そうですね、まあ、法定産業圏との関係では問題ないと思っております。で国の経済政策として確かに観光施策というのは考えられるんですけれども、まず100円から300円までといった規模の負担ではその国の経済政策、観光政策に重大な影響を与えるという金額でもないだろうと考えています。はい、よろしいですか。朝日新聞の杉浦と申します。ふるさと納税の関係を尋ねします。上位の寄付額の上位の自治体を見ますとですね、やはりその家電とか金券とか、あとその還元率といいますか、寄付に対する返礼品の価値の割合が高いものが多く配っているところが並んでいるように見えるんですけれども、例えば本屋さんに行ってもですね、そのふるさと納税の関係コーナーができるぐらい活況なんですが、全部そのお得最強はこことかですね、業務の人だけお得をするとかですね、そういった文言が並んでいます。その通知もされて浸透もしてきていると大臣もおっしゃいましたが、これで十分、どれぐらいの水準がですね適当と考えているか、まあ、似た話なんですが、その経費の割合もですね、まあ、7割だとか4割だとかいう数字を並べて問題意識を持ってらっしゃるように感じたんですけども、これもですねどのあたりの水準が、まあ、制度を継続していくにおいて適当だというふうな考えをお持ちでしょうか。そのあたりをお聞かせください。まあ、水準と一概に言うのは大変難しいことだと思いますけれども、まあ、少なくともこの金銭類似性や資産性が高いものは返礼品にもしないようにと、まあ、いうことで具体例も挙げながら要請をさせていただいております。まあ、これは今年4月に出させていただいた通知でございます。
で多く の, あの地方団体におかれましてこの通知の記載内容を、まあ、よくご覧いただいてそれに沿った対応をあの進めていただいておりますし、まあ、そうしていただきたいと思っています。でやはりあの商品券を取りやめられた、まあ、団体があるんですけれども、この転売防止の実効性を確保するというのが大変こう難しかったという情報も得ておりまして、やはりこの金銭類似性や資産性の高いものを用いないという、まあ、この基本に沿った考え方で対応をいただきたいと思います。まあ、ギリギリその基準を決めてですね、あの例えばいくらとかいう基準を決めてあのこちらの方から、指導するようなあのものではない、この制度そのものに返礼品というのが組み入れられていませんので、しかしながらやはりあの地域の特産品を、まあ、返礼品として使っていただいているところも農産物なども含めて大変多くございますので、まあ、地場産業の振興に、やはり寄与するような形、またそこにあのこれをきっかけに、まあ、観光で行ってみようとか営業してみようと、まあ、思うようなモチベーション、まあ、そういったものをあのきっかけですね、きっかけを作っていただくような、まあ、そういう取り組みが大変ありがたいと思っております。これでよろしいでしょうか。どうもありがとうございました。お疲れ様でございます。